皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2012年公開の、ルーパー。現代、ルーパー。監督と脚本は、ライアン・ジョンソン。主な出演は、ジョセフ・ゴードン・レビット、ブルース・ウィリス、エミリー・ブラント、など。未来からタイムマシンで送られてきた標的を消す、ルーパーと呼ばれる殺し屋の女王。ある日、彼の元へ送られてきたのは30年後の自分だった。ジョーは殺害をためらい逃がしてしまうが、やがて、未来の自分がやってきた理由が明かされる。というストーリー。ちょっと変わった設定とタイムパラドックスを交えた話で、タイムトラベル映画ではおすすめの良作。ありがちな SF アクションではなく、人間ドラマに重きが置かれていて見応えあり。ただ、途中から唐突に出てくるタイムトラベル以外の SF 要素は、説明不足なので少々違和感を覚える。ストーリーは多少のあらはあるものの、ジョセフ・ゴードン・レビットやエミリー・ブラントなどの演技派をキャスティングしているので、一気に見られる。ということで、評価は。Thumbs up!